今日あんたの出番はないんやで。うん、よし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 。ヨセベアキコです。今回はババーン、スバルのクロストレックのレビューをしていきたいと思います。それでは早速行ってみよう。でね、これね、スバルのラインナップにあのクロストレックっていうネーミングの車が新たに登場して、え、なんか新しい車出たのっていう感じなんですけど、これね、XV なんですよ。 XV ってもともと海外でクロストレックという名前で販売されていたので、まあ、今回ね、まあ、海外でも日本でもクロストレックという車として売るようになったという感じになっております。でね、このまあ XVなんですけれども、まあ、このクロストレックのね、前の XV なんですけれども、まあ、XV って結構スバルの SUV シリーズの中でも割とコンパクトでリーズナブルな値段で購入できたので、まあ、老若にゃあの、はあ、若い世代から結構大人の世代ね、まで結構幅広く人気があったんですけど、今回ね、なんて言うんだろう、大人っぽくてちょっと男らしい感じのこのデザインから割とポップで、まあ、正直若者向けの感じのデザインになったなっていうふうに思いました。なんかね、ここのフェンダーの張り出しがあることでちょっと立体感とかが出たし、このね、こうヘキサゴン、これスバルのあれですよ、ヘキサゴン、このね、ここの部分、フロントのこのヘキサゴンの形とかで、なんていうんだろう、すごい立体感が出てめちゃくちゃこう若くなったなっていう感じ、若返ったなっていう感じがします。デザイン的にそういう風な印象を受けました。だからね、なんていう、まあこっから見たらわかるね、この立体的な感じが、ここね、もうこことかすごくない？多分ここめっちゃわかりやすいと思う。ここから見た方がいいかな。ここにもう一個エッジが立ってるやん。でここにエッジが立ってるやん。で今度はここえぐれて、でここもえぐれて、ここら辺、ここら辺が立体的になってる。もうとにかく立体的。このさ、ヘキサゴンもさ、なんていうん、ここの部分がさ、ちょっとこう奥行きがあってさ、この形的にもさ、あの立体的に見えるので、すごくね、メリハリがあって、なのに若々しい感じのスタイリッシュな感じになったなというふうに思いました。ちなみにね、スバルはね、ぶつかってきた人を守るという意味でも、ここから見て、ここからね、エアバッグが出るんですよ。歩行者の方用のためのエアバッグがここに出るんですよ。ボンってここにブワーって、だからぶつかられた人もの命も守るためにエアバッグを出してワンクッション置きますよみたいな感じで、なんかちょっとここのね、今エアバッグっていうのを見た時にね、おーっていう風になったので一応紹介しておきます。それではサイド行ってみましょう。でサイドなんですけれども、もう私今まあヒール履いてるけど、立ったら分かるように、意外にね、ちっちゃいでしょ。なんかこう単体で見るとすごい、なんていうの、四駆のバリバリ大きそうな感じのデザインなのに、そうなんですよ、意外にちっちゃいのがこのクロストレックなんです。でこれね、ここまあ、これね、ついてないのもあるんですよ。ついてないのもあるけど、私はね、こう個人的につけた方がいいデザイン、これがあることによってすごい SUV 感が出るというか、それがね、かっこいいなと思いました。ちなみにね、クロストレックのね、名前の由来はね、クロスオーバーとトレッキングを混ぜてクロストレックっていうらしいんですけど、なんていうの、トレッキングシューズのようにキャンプに行ったり、こうアクティブに何遊べるようにみたいな感じの意味が込められているそうです。ってなると、やっぱこれつけた方がそのコンセプトにぴったりなデザインになるのかなというふうに思います。それとまあこれもね、立体的ですよね。ここがここギューッと、このフェンダーの張り出しよ、これね、リアフェンダーの張り出し、やっぱそのなんだろうな、 XV って結構、まあ、結構エッジも立てたんですけど、
水平基調の感じがしたけど、このクロストレックになってさらにこう斜めの曲線の立体感が出たなというふうに思いました。それとここね、ここ全部が黒なことによって、これ扉のここの部分まで黒なんですよ。ほらここで、ここの部分まで黒なので、タイヤがさ、タイヤホイールというかさ、タイヤのさ、タイヤルームがさ、めっちゃでかく見えるっていうかさ、こんなだから車高が上がって見える、言ったら遠くから見たら、まあこれほんと目の錯覚ですよね。だからここも、まあ、毎回このデザインの車の時言ってるんですけど、ここの部分が黒いからその分車高がギュッと上がって見える、タイヤがちょっとなんか目の錯覚で大きく見えるっていう感じの部分がすごくグッドなサイドのデザインかなというふうに思いました。でこれ開いてる、見て、これはこの空気のね流れをスーッと良くして、乱流をこうスーッとこうピャーッと横にやるようにここに穴が開いてます。だからこれただデザインで開いてるんじゃないんですよ。空気をさこうピャーッとこうぐるぐるぐるってなっとったらもう車がうわーってなるやん。それをこうピャーッとするんや。それではリア見ていきたいと思います。私このクロストレックの一番特徴的なデザインはこのリア部分に尽きると思う。もうさ、なんて言うんかな、これボンバーマンにこういうキャラクターおられた、しかも悪いやつ。ここ見て、角角が3本入ってるやん。でその後これ見て、なんかもう口がさヒヒヒみたいな感じのここの牙に見えて、でこれ目もめっちゃ怒ってるやん。ライトの形がめっちゃ面白い、なんか知らんけどここにここだけ切れてるからなんかさらに釣り目に見える。でここがここもさ、この部分がアイライナーみたいな感じになってさ、めちゃくちゃ特徴的、恐竜的な感じ。でもこれがすごくユニークで、なんて言うんだろう、可愛いっていうか、そんな感じがして、私はねこのリアのデザインがめちゃくちゃ好きです。これまあでもやっぱ車高がなんか高いね。こうね、ここもあの黒だからちょっと車高が上がって、なんかより車高が高いような目の錯覚でするので、すごくかっこいいかなというふうに思います。でもライトのデザインが一番こう特徴的よね。これは開いてる？あ、開いてるんじゃない？これ、あ、開いてる。ここ開いてるからあれよ、空気をさ、フロントのこの時も言ったけど、空気をもうシャーッと、空気をこうシャーッと。よし、それでは続きましてデザイン見ていきたいと思います。でデザインなんですけれども、なんか車内はスバルっぽいなっていう感じのイメージ、こう印象を私は受けました。割となんかこうなんていうかな、スバル車の車内ってなんかこう遊び心とか、なんかなんていうのかな、スタイリッシュさとかいうよりかはなんか男らしさだなって、私あのレヴォーグも乗ったし、まあいろいろこう乗ってきたんですけど、あの思うんですよ。あのここね、例えばこの黒とこのあれなんですよね、スバルはここエアコンが縦なんですよ。すごくスバル車っぽいなっていう感じがします。なんか私もでも乗った瞬間、ああなんかスバル車の内装だなっていうふうに思いました。それとかまあここがねカーボン調になってたりとか、あとまあほぼ差し色とかっていうよりかはまあ結構黒でまとめられた感じ、男らしい感じというかね。ここはなんか内装は外装ほどちょっとなんていうの、どっちもいいんですよ。スバル車っぽくてもいいし、スバル車っぽくなくても自分が気に入ったらもうそれでデザインはいいんですけど、外装は結構あスバル車とか、スバル車にしてはなんかすごいポップな感じになったなみたいな感じだったけど、まあ内装はね、あスバルっぽい男らしい、変わらず愛も変わらず男らしい感じですねっていうイメージを受けました。それでは早速シート行ってみたいと思います。ちなみにもうデザインはね自分がどう思うかですから、別にいいも悪いもないですから。シート見ていきたいと思います。でね、マジはあの
これさ、もうこの一回も構わんかったらさ、なんか金一封欲しい。もうその金一封くれるって言ったら頑張れる。なんか毎回噛むやん。気をつけます。でね、シートの感じなんですけど、これね、シートがすっごい良くて、あの松田の時もいいって言ったんですけど、松田はさ、どっちかというとさ、強制的にこう運転しやすい姿勢に、あなたの姿勢強制しますみたいな感じだったんですけど、スバルはね、どっちかというと抑えますよって感じ。座ってて体が変にぶれないんですよ。こうギュッと、あのね、分かりやすく言うと、もう松田は自分好みの女の子にするためにバリッバリ仕上げるの。もう仕上げていくの。ああはいはい、洋食じゃなくて俺和食好きだからもう和食にしてみたいな。なんだけどスバルはなんかその人の体型とかを生かしつつ、そっと、あ、こっちの方がもしかしたら座りやすいしぶれないかもですみたいな感じ。どっちにする？どっちにしよっかな、どっちのタイプにしようかなってなるよね。いいじゃん別に、そんな冷たい目で見ないで。いいじゃん別に、その想像するぐらい。どっちのシートにしようかなって、シートを擬人化してさ、どっち色に染まろうかなって思うぐらい良くない？それぐらい許されない？そんな感じになってます。なので、まあ、何がいいかっていうと、あの揺れないから酔いにくい。はったちゃんさ、今日私ここの駐車場に来るまでに肌ちゃんをあの助手席に乗せたんですけど、酔わないですねって言ってたよね、はい、シートがいいんですよ。だからもう全然ブレない。だから子供が乗ってもあのその優しいように、お父さんだけじゃなくてその家族にも優しいように作られたシートになっています。で、実際に本当乗って体感するってことはグッドな部分だと思います。それではシート見ていきたいと思います。シートはね、これ足元見て、足元、まず足元、これまあでもここでさ、ちょっと足元狭いっていう人よっぽど足長い。だからもうそれはもう喜ばしいことやから、もう足長い人はもうそれで、あ、私足長いんだなにしてね、いいことやから。で、座面を一番下にします。一番座面を下にしてヘッドクリアランスいくよ。1、2、3、4、5、5あって、これさ、さっきさ、外観のさ、サイドの説明の時にさ、あ、私が立ったら意外にこうちっちゃいんですみたいな、大きいデザインに見えるけどって言ってたけど、ヘッドクリアランスありますね。私なんか、なんならもっとないかと思ってた。へえ。だからその分床が低いってことなんでしょうね。いくよ、座面を一番上にして、1、2、3、3あります。だからもうこれは大健闘だと思います。ちなみにね、シートはまあグレードによってですけど、これセットできるんですよ。例えば1番がお父さんのシートの位置、2番がお母さんの位置っていう風にセットできます。で、このシートの、あの位置はね、例えばお母さんが身長伸びたらちょっと変えることもできるので、体格に合わせて、あの常に変えられる、セットできる。で、ピッて押したら自分で自動のやつにやってくれるので、めちゃくちゃ便利になってます。それとこれやろうか、ハンドルのチルとテレスコ、いくよ、チルとテレスコ、どっちもします。以上がシートでした。それでは続きまして、使い勝手見ていきたいと思います。で、まあ、最初に言うとね、全体的にこのクロストレックはですね、なんか今さっき私のさ、あの車がさ、結構紹介する車が収納がどれぐらいあるかとかさ、あのここに例えばこんなところにドリンクホルダーがついているっていう車が多いんですけど、このね、クロストレックはね、もう本当必要最低限のこう収納がついているという感じになっております。まずはここ、まあ定番ですよね、どの車も。ここじゃーん、まあペットボトル置けますよっていうのと、ただサイドにはドリンクホルダーはついていません。でもね、このドリンクホルダーの位置なんですけど、私あのそんないらないと思うんですよ。ここに1個、ここに1個で、センターコンソールに1個あったら
前の人だけでだよ、1、2、3、4、5、6、6本飲めいうことやね、飲み物を。そんな2人で6本も飲むやついる？おらんやろ。でけ、そういう感じになっております。で、本当運転席の収納はこれぐらいです。ここのさ、まあナビ画面がでかいやん。で、これが横じゃなくて縦なんよ。普通さ、横に大きいやん。縦だと何がいいかっていうと、運転席に座った時に操作がしやすい、めちゃくちゃ。だからこれがすごいいいなと思ったのと、このハンドルの角度とこのナビの角度が一緒なんですよ。あの、横から見てもらったら分かるけど、普通ナビってさ直角じゃん、分かる？このだけど、このスバルのこの車って斜めになってるじゃん、こうやって。で、斜めになってるのは、あの、この画面の角度とこのステアリングの角度を一緒にすることによって、より使いやすくするためにこの角度になってるそうです。だから本当一個一個考えて作られているということをね、あのレヴォーグの試乗会の時に言ってた。それとあれも言ってたわ、あの、使いやすくすることが事故を起こしにくくするっていうことらしいから、こういうのにすごくこだわっているということでした。そしてここ、まあ、センターコンソールの下にはこれね、まあ、ここちょっと差し込んで、ここで携帯充電できるってやつだけど、まあ地位対応なので、まあもうほぼ携帯は地位対応になっていくから、これね、コードとかもあまり関係ないかもしれない。でもシュッとここに置けるよっていう感じになって、こう置いてみようか。実際こういう感じね、こういう感じになっております。こうやって置けるようになってます。それとこれ、あとはここね、まあドリンクホルダー、これほら太さが違うんですけど、こっちの細いタイプのペットボトルはまあ入るけど、太いタイプはちょっと詰まるね。まあかといってこのドリンクホルダーが結構深いので、まあそんなにこうぐらつくとかこぼれるとかはないけど、まあでも結構これグラグラするかな。おけつまで入ってない感じがするもんね。ほら、だってこれはちょっと、これが嫌っていう人は買うペットボトルのサイズを変えた方がいいかもしれません。この車を変えるのはもう何百万もかかるけど、ペットボトルのサイズ変えるのは 何十円とかで済むやん。だけどもうペットボトル変えよね、変えよ変えよ。それとここ、ここにビューカメラがあるのも良かった。押しやすい、実に。ここね、たまにさ、こういうとこにあったりするやん。あとこのもう一番最悪なのはこれよね、このこのナビ画面にビューカメラが出るって、もう見えへん時があるんですよ。もう太陽で反射してこうやって、ああみたいな感じの時あるから、ここにこうピッと押せるビューボタンがあるっていうのはめちゃくちゃいいポイントだなというふうに思いました。それと 12V ね、これ 120W の電源があるのと、まあ、このセンターコンソールのこの部分には結構深いものが入ります。これ入るんじゃない、ペットボトルも。あ、ペットボトルも入りますね。だからティッシュの箱とか余裕で入ると思います。そして皆さんお待ちかね、カビパックチェック行くよ。これで野菜デイズ、テレン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 、まあ入らんよな。だってさ、紙パック、このさ大きいペットボトルすらさちょっと頼りないぐらいやで。紙パック職人の私、これは絶対入らんと踏んだ。そしたらやっぱり入らんやったやろ。それでは助手席行ってみたいと思います。もう助手席はね、見て、グローブボックスと、ここはね、ドアのところにこれ、まあ運転席と同様ちょっとペットボトル入れがあるぐらいや。あんたの出番はないんやで。うん、よし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 。それでは続きましてシート見ていきたいと思います。でシートなんですけど、まあ、後席のシートの座り心地も、まあ、前席と同様にすごくいいです。158センチの私が座ってね。で一番前の席を後ろにすると、まあもう本当ギリギリ、これ間はありません。これね、前席のシートと膝、もうほんとギリギリ。ほんで一番前にすると、いくよ、1、2、3、4、5、6、これで当たる人はいないやろ。
そういう感じになっております。それとね、私がね、あ、スバルすごいなと思ったのが、これさ5人乗りなんですよ。で、5人乗りのねシートベルトがないわけよ、ここと両サイドにしか。普通ここになんかついてるやんね。で、私あの今まで言ったこの5人乗りの車の中でここについてるよ、普通ここで。ここについてもう座った時に毎回シートベルト当たって嫌やわみたいなこと言ってたんですけど、スバルはここについてます。この荷室のここに引っ掛ける、つなぐ、で最後3点止めない、ここ、これね。だからこれ何がすごいかっていうと、ちゃんと真ん中の人が一番こう前に飛び出る可能性が高いんですよ。こうバーンって急ブレーキ踏んだら、ここの人シートベルトしなかったらバーンってなって、この窓ガラスを突き破ってあの車の外に行くっていうような事故の仕方が一番多いんですけど、それをさせないためにちゃんとしっかりと本来のシートベルト、ここからここからここっていう、ここだけじゃないよっていう形を取ってるのが、やっぱあれやで、事故で亡くなる方をゼロにしようっていう、こうスバル社の取り組みやなというふうに思いました。なんかたかがシートベルトなんですけど、まあ、シートベルト大事よ、大事やけど、まあもう言ったら地味なんよ。地味な部分にこれだけこう力を注いでるっていうのが、このスバル社のいいところなのかなというふうに毎回思います。ほんでやね、なんでかわからんけどやね、この後ろのね席の開放感がすごいんよ。例えばまあ私外から見た時に、あ、これどうかなと思ったんですけど、この窓がね尻上がりになってるんよ。普通に直線で言ったらこうじゃん。だけどこの窓がこういう風な形状してるから、窓がその分ちっちゃくなるじゃん。で、あ、車内結構暗いかなと思ったら、なんでかわからんけどすごいね開放感がある。で、このちっちゃい窓がさ、果たしてどんぐらい意味あるんかな思ったけど、なんかこれがあるから、なんていうの、光が入ってきてすごく開放感があるんかなというふうに思っております。それでは使い勝手見ていきたいと思います。まずここにケーブル挿すやつ、 USB ソケットがあるのと、まあここ助手席の後ろ側にポケットがあるんですけれども、これはちょっと浅めかもしれん。これと、あとそれと真ん中のこの席に、はい、あ、後席はこの太いペットボトルも入るよ、ちゃんと。ここの部分がゴムだから、握ったらしっかり離さない感じやね。ちょっとクロストレイク、そういうところあるよね、包み込むとか握りしめるとか。そしてですね、最後に、まあ、よくあるあるのここにドアのここにペットボトルをインするところができます。もう使い勝手はそれぐらい、以上となっております。めっちゃシンプル。ガツガツタイムということで、今日はパスタになります。ローストチキンのパスタサラダ、タンパク質 16.7、 完全にダイエットを意識したメニューとなっております。みんな最近元気？頑張ってる？私はね、 JOA フェスティバルっていうね四駆の祭典のね MC をしてきたんだけど、もうしょうがない、このままの声で言って実況したわけよ。レースのエクストリームレースって言ってね、結構もうほんと車がひっくり返ったりするようなレースなんですけど、実況したわけよ。あの声の変な人、声が変やから面白かった、やって、じゃあセーフか、じゃあ以上です。それでは2室、ここ見て。キャンプに行ったりとかさ、クロスシューズ、何やったっけ、トレッキングシューズって、あの山登ったりするやつやろ。これ多分山なんよ、山で、これ多分これクロストレックやわ、この形で。これが今までの、今から登るよっていう多分デザインやと思います。何この遊び心あるやつ、
ねえ、全然気づかなかった。開けたら見えるデザインみたいな感じなんでしょうね。これがめちゃくちゃいいですね。ほんでちょっと荷室どんな感じか行きたいと思います。荷室はね、でもやっぱ車高が高いから荷物は入れにくいかもしれない。じゃじゃじゃーん、こんな感じよ。どう？あ、全然ゴルフバッグとかも多分余裕で入るし、スーツケースも余裕で入るし、いいんじゃないですかね。これ見て、ほら。で、ちょっと倒してみようか。これ引くタイプですね。ここレバー引いてパタンとやると、お、フルフラット、フルフラットになるので、みんなこういう靴下どうしてる？もう絶対脱げん。私だけ？これ、こういうちょっとかかとがさ全部入らん靴下、わかる？ピローンって脱げん。どうしてる？みんな教えてくれよ。で、斜めに寝るとこんな感じ。どう？足元かなり余裕があるんじゃない？ある？あ、ちょっとあります、余裕は。縦に寝てみるか。縦に寝ると、あ、いい枕になるよ。でもこれもちょうど枕になってない？いいね。あ、いいよ、この高さも。あの、なんていうやろうな、枕の高さよね、ちょうど。そういうことももしかして計算されてるのかな。こういうふうにまっすぐ寝た人がさ、こうピッて開けてさ、ねえ、めちゃくちゃいいよ。で、このバックドアがいい日よけになるわ。はい、なので車中泊は全然可能だと思います。そしてなんかこのライト可愛いんで、両端にガチャピンみたい。ここが歯で、目顔、ガチャピンライトがついてます、ここに。以上が荷室になります。走行性能なんですけど、もう2人とも、今日カメラマンはたちゃん全然揺れんよね。なんかスムーズな感じがします。そうそう、あ、乗っててもわかる。そうそう、運転してても加速がスムーズだし、で、あの、思い通りに止まる。そのキュッてこうすごい速いレスポンスがいいとかそういうことじゃないけど、思い通りに止まって思い通りに加速してくれるから、めちゃくちゃ運転しやすいです。で、今回ちょっと高速を運転できなかったんですけど、でも、あの、これ多分高速走ってもすごい安定するんじゃないかなと思う。とにかくなんかふわふわするとかじゃない。もう常にギュー、あ、この表現がいいかも。ギューってこう道路に張り付いて運転してるみたいな感じです。はい。これね。これ今レーンチェンジした時も、ちょっとさ、ふわっとかする感じあるかもしれないけど、もう全然しないし、なんていうんだろう、運転楽でした。で、あとは、あの、コンパクトだから、細い道も運転できるし、まあ、駐車場も止めたけど、まあ、その、車両をね、真上から見たら、真上から見たこの姿をここに映してくれたりするから、全然、あの、街乗りも、すごいしやすかった。どっちかというとしやすかったですね。で、子供が乗っても弱いんやろうな、これは。まあ、骨盤を支え、で支えられる系のシートだから、こう頭も、要はおケツをがっしり掴んで頭を揺れないようにするみたいな感じだと思います。包容力のあるシートやね。だからシートがさ、こ違うとさ、ここまでさ乗り心地が変わってくるんだなと思ってびっくりしました。ということで、今回はクロストレックのレビューをしていきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。もうね、とにかくまあ値段もコスパ、まあ、やっぱコスパいいですよね。そして高見えする。はたくんはこれテロップで出すなんですけれども、すごいね、お求めやすい価格。あの、上位グレードでも割と、あ、これでこの機能とこの装備がついて、それでこのデザインでこの値段で買えるのかっていう値段ですので、皆さんぜひチェックしてくださると嬉しいです。コンパクトなので多分奥様も運転しやすいと思う。以上でクロストレックのレビューとなりました。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。見て、もうめっちゃ暑いから開けとんね。
で涼しくなったはずやで。もう一気に夏やな。その前に梅雨が来おへんと。